はい、どうも、誰です。さて、今回はですね、バリスティックボーイズの話をぶっちゃけるよっていうところで、今ね、収録しているわけなんですけれども、先日ね、アルバム、バック&フォースっていうものが出まして、リード曲のね、今ヘイドも公開されて、ミュージックビデオも出て、音源も公開されている状態じゃないですか。僕もね、もちろんですね、ミュージックビデオも見させていただきましたし、音源も聞きました。で、そんな中で、いろいろちょっとね、思うことがあったので、今回ね、お話できればなというふうに思いますので、皆さんぜひともね、お付き合いいただけたらなと思います。ぶっちゃけますよ。はい、ぶっちゃけます。はい、というわけで行きましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということでですね、今回ですね、バリスティックボーイズについてちょっとぶっちゃけて話すよっていうところなんですけれども、皆さんどうでしたか、今回の、バック&フォースね、リリースを受けて、インマイヘッドがね、リード曲出ましたけれども、どうですか、皆さん聞きました、見ました、 MV どうでしたね。僕個人的なちょっとね、感想をね、今から喋っていこうってかなと思うんですけれども、まずね、バック&フォースっていうね、このタイトルの意味なんですけども、直訳すると行ったり来たりっていうような意味になるらしいんですよ。そう、なんかこうね、バリスティックボーイズっぽいじゃないですか。日本を行ったり来たりね、タイを行ったり来たりとかさ、海外と日本を行ったり来たりみたいな、そんな感じの意味合いで多分付けられていると思うんですけれども、なんだろうねっていうところあるんですよね。で、今回ね、リード曲が In My Head なんですよ。そうね、めちゃめちゃラブソングじゃないですか。ね。メンバー自身でプロデュースだったりとか、楽曲制作とかをね、いろいろしてるっていうのは聞いたんですけれども、なんかこう、なんだろうな、わかるから言いたいこと、めっちゃいい曲なのよ。まず大前提言っとく。In My Head めっちゃいい曲だし、MV もめっちゃ素敵なんですよ。すごい凝ってるし、いいなって思うし、なんかこう、ね、LDH っぽいラブソングで、すごくいいなって思うんですよ。楽曲としてはすごく素晴らしいんだけれども、それがこと、今回のアルバムのリード曲に当てはめられた時に、違和感があるっていうのが正直あって、どうこれ。だって、アルバムのタイトルはバック&フォースで、見た目見てごらんよ。ジャケシャとかさ、ね、パッケージング見てよ。ね、バック&フォースってあのタイトルのフォントとかさ、すごいマガマガしいじゃん。すごいマガマガしくて、なんかゴリゴリのものが出るのかなと思ってたら、そのリード曲、そのアルバムをリードする曲がラブソングで In My Head っていうタイトルで、あんだけ爽やかな MV なんですよ。なんか違和感ないっていう、正直なんかそこがチグハグしてるなっていうのがちょっと気になったんですよね。そうね、やっぱさ、なんかバリスティックボーイズこれからさ、日本でっていうか、かけてる気がするのね。日本テレビでのね、バリスティックボーイズの、番組も決まって、すごくこれから LDH はバリスティックボーイズを売り出していくぞ、日本でっていうような気概を感じてるんだけれども、でも、なんかね、その売り方というか、その作品自体、一番大事な作品が、ちょっとチグハグしてるって、どうなのっていうふうに思うし、ね、バリスティックボーイズね、アルバムをね、やっぱ出すときに、そのリード曲が、ね、リード曲が、ラブソングが悪いとかいいとかの動向の前に、なんかもっとバリスティックボーイズが見せられるものってもっとあったんじゃないのって思うんですよ。なんかね、大人ぶらないで、ちょっとなんかこう、すかさないで、なんかしっかりと、ダンスとかラップとか歌唱っていうところに、もちろんキャリア長いよ。バリスティックボーイズキャリア長いんだけれども、でも、もう一度一発なんか勢いを出せる楽曲っていうのがあるといいのかなって思ったんだよね。もちろんね、スキル高いし、ポテンシャルも高いんですよ。バリスティックボーイズ本当にね、高いんですけれども、なんかこうね、もっと、特に僕はもっとラップを活かしてもいいのかなって思うんですよ。そう。いやー、どうかな、どうなんだろうね。もっとね、バリスティックボーイズはね、カリスマ性出ると思うんだよね。本当に粒揃いだと思ってるんですよ、僕は。ポテンシャルも高いし。でもなんかこうね、マッチングしてない、その売り方とか作品とか音楽性とかと彼らのスタイルとかなんかスキルとかポテンシャルがマッチしてない気がして、なんかね、無理に背伸びしている感じが僕の中でするというか、まだその段階じゃなくないって俺は思うし、今回のバック&フォースっていうあのアルバムの見た目で In My Head っていうこのラブソングのなんかちょっとセミバラードっぽい楽曲なのかって思ってしまって、なんかそこのね、違和感が、なんかこうね、拭えないんだよね。どうですか、皆さん。もちろんね、素敵な楽曲なんですよ。すごくいいし、頭にも残るんだよ。In My Head っていう楽曲。楽曲単体で言うと、本当にすごく良くて。ね。これが、例えばシングルで一発ポンって出たんだったら、すごくいいなって思うし、ね、多分僕もね、うわーってなるんだけど、これがアルバムのリード曲ですよ。バック&フォースっていうあのジャケ写のあの見た目のアルバムのリード曲ですよっ
って言われた時にえってなるんですよ。そう、ここがね本当にね、その楽曲のポジションとか立ち位置とか、そう、どういう出され方をされるかによって、あとはね、例えば曲順、そのトラックリストのどの順番にこの楽曲が入ってるかによって全然違うんですよ。例えばじゃあ In My Head っていう楽曲がね、ラスト Next で締められてるんですけれども、アルバムね、確かそうだったよね、 Next で締められてたはずなんですよ。その Next の一個前とかに入ってくるんだったらまだね、僕はね、わかるんですよ。そう、わかるんですよね。そう、あ、ここでね、In My Head っていうちょっとファン向けに楽曲をね出してきたんだなってわかるんですよ。でもリード曲でド頭で In My Head で次ゴッドモードでしょ。もう振り幅が全然違いすぎて、アルバムとしてなんかうえってなるっていう、ちょっとなんだろうね、もどかしたみたいなものはない？どう？で別に俺これバリスティックボーイズを悪く言うわけではないんだよ。悪く言うわけではないし、うん、別に批判したいとかなんかこうね、お前らみたいなやりたいわけじゃない、好きなんですよ。期待もしてるしね、やっぱ期待を抱いてたしね、でアルバムも楽しみにしてたんですよ。でどんな楽曲がリード曲になるからってすごく楽しみにしてたんだけれども、ことこの今回のバック&フォースっていう、もう本当にあの見た目のアルバムでね、リード曲 In My Head っていう楽曲で MV 見て、まあティーザーからちょっと怪しかったんだけど、 MV 実際に見て、で楽曲も聞いた時に、これシングルでよかったくないって思うんだよね。でアルバムを出した時に、本当になんかこうアルバムの中間とか終わりぐらいに後半に入ってくるような楽曲なのかなって思って、リード曲かっていうところ、わかる？このリード曲かっていうところ、楽曲はすごくいい、そう、うん、パフォーマンスもすごくいい、めっちゃダンスもいい、でもリード曲かっていう、だったらまだバック&フォースっていうなんかちょっとなんだろうな、あの雰囲気、わかる？アルバムのあの雰囲気でリード曲作ってもよかったんじゃないのって俺は思うんだよね。これどうかな？で、バリーズの皆さんどうですか？違和感ない？ないか？ないのかな？わかんない。俺だけかな？俺はすごくそこにね、違和感があって、おえーっていう、そう、おえーってもうなんかモヤモヤするというか、なんかアルバムの入りでね、その1番目楽曲再生した時に、In My Head が流れて、次ゴッドモード流れて、でその後がディンディンドンでしょ、でその後ドロップデッドでしょ、なんかね流れとしてね、うわーっていう、うわーっていう、だってアルバムの世界観をね表現するのがリード曲なんじゃないのかなって思うんで、それこそリルリーグのさ、トリックスターっていうね、あのアルバムが出たじゃないですか。でそこにね、あのロリポップっていうのがリード曲として入ってるわけなんですよね。でそのなんだろう、ロリポップっていう楽曲の世界観とトリックスターってすごくマッチしてるんだよね。なんでかっていうと、トリックスターは裏表とかね、表裏とか、そのなんだろうな、そういうのが要素として出て、ロリポップも楽曲の中で裏腹なとか、そういうなんかちょっとね、裏表のね、なんだろうね、ことが描かれているんですよ。ってなった時に、今回のじゃあ、バック&フォースっていうタイトルで行ったり来たりっていうようなね、意味合いがあるんだったら、なんかもうちょっとこう、バリスティックボーイズが今、こうね、海外と日本を行き来していてっていうようなところ、まあ多分、In My Head っていうのは多分ファンのことを思って、ね、日本を離れてたりとか、ね、タイを離れてたりとか、そういうのあるんだけど、ファンは常に僕の中にいるよみたいな、頭の中にあるよみたいなことを言いたいんだと思うんだけど、でもそれにしても楽曲の世界観と曲調と、なんだろうな、アルバムのあのパッケージングが全然ちょっと似つかないから、ちょっとパニックになるよっていう話ですよね。うん、なんかちょっとね、うってなるし、ちょっと勢いづかないよねっていうところは正直あるんで、僕の中でね、本音で話すとそうかなっていうところなんですよね。なんかね、もう一個ね、バリスティックボーイズ火つくといいよね。なんかね、まだね、もがき続けてる気がする。すごくね、もう一歩なんだよね。なんかね、なんか一個ね、このね、この一枚なんかこうね、壁をね、打破できると、ね、いいよなっていうふうに思いますよね。あとビジュアル。まあね、かっこいいんだけどね、本当にね。なんか一個いかないよね。多分そこはね、ファンのみんなもなんかこう一個ね、思ってるところだと思いますよね。はい、というわけでね、まあ、今回はね以上になります。ちょっとね、もやっとしてたのをね、ちょっと出させていただきました。はい、というわけで今回は以上になりました。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。